竹ポットに花植え、どんぐりの種まきや木の葉の標本作りを行った後、野外音楽堂に場所を移し、第62回全国植樹祭の PR のために作られた横断幕のお披露目式が行われました。横断幕は田辺高校美術部の皆さんがおよそ1ヶ月かけて制作されました。皆さんです、どうぞお入りください。それでは田辺高校の浜野校長先生から一言ご挨拶をいただきたいと思います。この横断幕は1年間掲げられるということですので、この横断幕によって来年の第62回全国植樹祭の機運を高めるとともに、地球温暖化に対して緑化運動をはじめとする環境保護の啓発に役立ったら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは横断幕のお披露目に移りたいと思います。ゴー！会場の皆さんと一緒になってカウントダウン。2、1、0。大きくて素晴らしい横断幕がお披露目されました。それではこの横断幕を制作してくれました高校生の皆様に少しお話を伺ってみたいと思います。苦労した点っていうのはどういうところでしょうか。縦7メーター、横7メーターととても大きいので制作するのに1ヶ月と時間がかかり、そして10人ほどの大人数で作業をしていたので、完成するに近づいて思わぬ失敗が増えたというところが、苦労しました。しかしこの作品作りを通じて美術部のチームワークが深まったので良かったと思います。ちょっと教室で作業をしていたので、それだけ遠くから入れたのは初めてなので、思っていたよりも発色もデザインもちゃんとまとまったので良かったと思います。田辺高校の皆様どうもありがとうございました。続きまして、昨日ですが東京の日比谷公園で行われました緑の感謝祭において、来年全国植樹祭が開かれる本県の緑の少年団に対してイチョウの苗木とプリンセチアの花が贈呈されましたので、ここでご紹介させていただきます。贈呈式に出席されました大東村緑の少年団の皆様です。少年団の皆様は、和歌山県を代表して緑の大切さを全国に伝えるため誓いの言葉を宣言してきてくれました。今日はその宣言をご披露いただきたいと思います。私たちは古くから火の国と呼ばれている実り豊かな山々と恵みの多い黒潮の打ち寄せる風光明媚な海岸線を有する和歌山県で緑の少年団活動をしています。
お休みのところ、お暑い中、お集まりいただきまして本当にありがとうございます。それから、こんな素晴らしい、立派な、可愛らしい、横断幕を作っていただいた、田辺高校の方々本当にありがとうございます。ちょっと、もう一回出てきてください。皆さん子どもさんたちもみんな出てきてくださいね。さて皆さん、今日はですね、プレイベントですから、1年前の、会合です。今日は子どもさんに、来ていただきました。それでお父さんお母さんおじいさんおばあさんにも来ていただきました。プレイベントが、こうであるということは、実は本番も、私たちは、実行委員会としてはですね、本番の、植樹祭もこういう雰囲気でやりたい、実はそういうふうに思っております。私たちは竹ポットを開発して、そこに子どもさんたちが自分のどんぐりを植えて、でそれを学校で育てるためには水を枯らしたら枯れますしね。それからニョコニョコっと芽が出てくるときにどんな顔をしているのか、子どもさんたちみんなわかるわけですね。でちょっと伸びたところで、みんなで植える。天皇陛下皇后陛下もですね、その応援になった、あるいはおまけになった、そういうものも含めてみんなで作ったものを、この和歌山で育てるということをですね、やっていく、そういうですね、植樹祭にしたいと思うんですね。そのために今日は皆さん植樹祭の、一つのモデルを作っていただいたというふうに思っております。ぜひ本番でもですね、また積極的に参加していただいて、今日のような楽しい植樹祭にしたい、こんなふうに思っているわけであります。最後に参加者みんなで元気に記念撮影です。はい、1、2、3、ダッ。よろしいでしょうか。はい、OK。